皆さん、こんにちは。広報コンサルタントの石川恵子です。メディアトレーニング座談会。本日も元気よくいきたいと思います。はい。い全然元気ないんだけどね、私ね。<laughs> <laughs> まあ、はい。ストい。フトートディレクターの、はいえー、高松かな子さん。お願いします。それから、自己演出プロデューサー、山口和子さん。はい、お願いします。 で進めてていいきたいと思っております、まあ、メディアトレーニングと、まあ、いうのは、まあ、自分を客観視するトレーニングということで、私たちが普段コンサルティングやっている内容をちょっといろんな方を取り上げながら解説していく番組となっています。はいはい、では、今日はどういうテーマにするんでしたっけはい、えー、今、都知事選で、ね、いろいろ話題をし、えー、<laughs> ています。えー、元広島県の秋田高田市 市長、はい、石原ささんんでですすねね取り上げるということで、あの昨日か、あ今日今日は何だっけ十四日だから、12日にようやく小池百合子さんが表明を、はい、立候補表明と出馬表明ということで、蓮舫さんも立候補ということですから、うん、ああの3人というか、本当は30人ぐらいいるのかな、都知事選、30人ぐらいいるということですけど、 ねうん、まあ、タボタボいつもの多母、多母神さんモデルということで <laughs> い、まあ、いろんな方が出るんですが、今日は石丸信二さんを中心に取り上げていきたいと思っています。はいはい、あの割と私たち、結構昔から石丸さんを取り、うん、ねあの上げてたんですけれども。うん、はい、そうですね。市長のね、です<や>からね、うん、そねういろいろ拝見させていただいてました。うんうん ねで。ちょうど今日もね、こんなネットニュースでちょうど野原さんとばき記者さんとお話ししているものも出ていて、ね、この写真とか本当に石丸さん、すごく柔らかい表情で、ね、すごくいいですよね。そうですよね。こういう表情をもう少し出していけばいいのにね。本、うんうん、あの、やっぱり、あの、もちろんの厳しい石丸さんも、もちろん魅力ではあるんですけれども、こうん、あいう石丸さんのやっぱり人となりがわかるところっていうのが伝わると、 どっちかというとカミソリのように鋭、うん、いというイメージがすごく強いので,で、ね、やっぱりこう女性票を集めるにはこういうね柔らかい感じもいいんじゃないのかなと思ててねもちろんねあので私も、まあ、このメンバーみんな東京都民なのであの、はい、まさに都知事選っていうのは本当に私たちにとっても直結するところなんですよね。うん はいはい、で、それで行くと、まあ、あの、もちろん、現職がいて、対抗馬のね、今、赤い狸と緑の狐と言われてるあの二人が、ほとんどメディアを賑わせてますけども、<れ>ね、なんか正直私は、もうどっちもどっちなんですよ。私もあの二人に関してはどうでもいい。<laughs> 狸と狐、どっちでも、あのどっちもないんですよね。う,うん、うん。ないんです。あの、何かを変えてくれるとか、 そうん、というようなあの気は全くなくて私は今の現時点では石丸さんなら変えてくれるんじゃないかと、うんうんはい、あのとっても期待をして応援をしているところです私はやっぱり彼に今回の、ね、離婚するときにいいなと思ったのはその大きい政党に頼らない頼らないであの自分の力でやっていくっていうそ,そこがねやっぱり もういいよ、もう自,民自民党の政力争いみたいじゃないですか、あの赤い綱と緑のタもうそういう,なんかもうバックボーンが見えちゃっていて、もうそういったものはなんかもういいですって、東京都にはそんなのいりませんみたいな。だからそういった意味でも、私は石丸さん、応援したいなっていうところはありますよね、うん、あと今まで、ね、広島の,その秋田方市内でいろいろと改革をしてきた。 っていうところの実績がすごく見えているのであ、またこれをちゃんとこう実現してくれるんじゃないかなというね、あのそういう気持ちには今なってますよね。また戦略面白いですよね。なんか、あの今までの手法とのちょっと違う、その、 うまく YouTube を使ったりとか、うん、使ったりとかして、で結構今回の、あのー、この都知事選立候補に対していろんな方とこう対談してるんですよね。その対談、ちょっと拝見してたんだけれども、結構あの彼の有名な、あのー 名ぜリフとしては、恥を知れって,恥をれ恥をって言ったっていうあれが、あのセリフがすごくこう、一人歩きしてるようなぐらい、<laughs> 代表のセリフみたいになっちゃってるんですけど、あれすらもなんかもう、わざと取り上げられるように、あのー、取り上げられやすくするために、一瞬間を開けたというね、歌 <laughs> 話で。<laughs> 切ることを考えてここだったらこれ回、まま、けば切れるなっていうのねちゃんとそういうところまで分かってって戦略的にやってるっていうのがちょっと結構あの暴露話って言ってるんですよね赤ラ々にねでそれも面白いなと思って見ていてあの逆手にとっての SNS をさこう上手に何か使ってるなっていうのは今までのこの政治家とはちょっと違う感じがして面白いかなと思いました <laughs> な,ん<て>なんかね うん、私のね、あのウォーキングの生徒さんでね、若い20代の男の子がいるんですけども、この間ね、一緒にあの石川さんもレッスンしてたんですけども、若い人ですよね、やっぱり石丸さん、結構応援してる人が多いらしいですよ。うん,うん、うん、SNS を使ってる方は、うん、やっぱり見にが多機会が多い。うんううん、うんみたい、そんなふうに言ってましたね。うん、だから逆にやっぱりこう、ちょっと年齢が高くなって SN、SNS をあんまり使われてない方は、結局、あの2人しか目に入ってない。うん がそそれしかかやららなないからう,ん、そうなんですよねそうそうあとはあのどうでもいいヘズマーとかがニュースになっちゃうんでいやいや関係ないから出さなくていいからねっていうところではあるんですけど、うん、まあそれがね<え>あのもうちょっとこうみんなに、まあ、これからね実際選挙戦が始まっていったら少しずつ露出は増えるじゃないかなと思いますけどもまそうですねこれからのえあの街頭演説とか始まると本当にその人たちの考えてることとかが明確になってくると思うので それはちちょっとあのきちんとききん見ていきたいいなとは思っています、うんまあ、ただし、ちょっとねこう、やっぱりテレビ局の報道ってあの、全員を報道するわけではないので、うん、毎回そうですよね、そうですねどうしても目立つ人に行きがち、なのでね、そこがあのすごく心配だなというところではあるんですけれども、も、うん、っと平等にね、うん、報道してほしいなというところはありますよね。うん、そうですね、うん ですだからあの今回に関しては、あの、秋田方市で SNS をうまく使い、自治体としてもあれだけこう、ね、あの収益を上げられるような SNS の活用をされたりってことを、もしこの東京でしたら、どうなるんだろうっていうわ、だってあの秋田方市でさ、YouTube から、盾もらってたんでしょ。すごいよね。 本当に申し訳ないけど、そんなにもともと有名じゃなかったその人たちを、ねねうん、ここまであのこうなんてうの押し上げてきたそのパワーはすごいなと思いますね。あれはほら、でその秋田方とはそれを学校のね、うん、の使うっていうふうにおっしゃったので、こ、うんうん、の莫大な東京でできた資金を、うん、じゃ何に転換してくれるのかなっていう楽しみは、うん、ありますよね。 本当に。た高校にあの給食室を作ってほしいなっていうのがあるんですけど。いや、でも今日ね、朝、まさにその給食のね、ニュースをやってたんだけども、結局もう価格高騰で、も子供たちが満足できるような給食が出せてないと、無償にしたのはいいんだけども、無償にした分すごく切迫してて、なんかお腹すかせて帰ってくるっていう話聞いたけど、うん、切なくなっちゃってね。 なんかもう本当にそういう収益が上がるんであれば、どんどん上げていただいて、そういうところに使っていただけたら本当に嬉しいなと思いますよね。少、うん、子化って言ってますしね、子どもを大事にしていくのはすごく重要なので、<laughs> 教育とかそういう関連にきっと、石丸さんだったら使ってくれる、他の人はもっと違うことに使っちゃうと思うっていうところの不信感もありますので、まさに通りです。で、はい、思っているんですけど、<laughs> 今日は石川さんがほぼ喋らない。 はい、<laughs> うなずいあの、えっと、そうね、そう、ちょっといろいろ思うことがあってあ、なんかこれ最後のね、<laughs> あの最後っていうのは、はいあ、写真撮ったみたいなんですけど、<laughs> これ、<laughs> はい行ってきますか、いってきます。なんか、他にあれば表示はしますよ、表示はします。<laughs> 大丈夫です。あの、これね、最後の,あの退任されるときのね、あの、 あのお役所の方たちと一緒に立った集合写真ということで、ここね、ハッシュタグで、こう立ちって書いてあるんですよねで、私知らなかったんだけど、山口さんから教えてもらって、<laughs> アニメ、はい、アニメなんか、かっこいい立ち方っていう意味らしいですよ、なんか、ネタ調べたら。いや、確かにね、石丸さん、かっこいいんだけどね、この左ギャラの写真ね。うん あのそれ以外のおじさまたちかっこつけてるんだけどかっこよくないなんか中途半端なあ足元だったりなんかわけの分かんない方向を見てるい,いてなんかわざと目線を外してるというよりもなんかぼーとの <laughs> ところ見ちゃったみたいな。<laughs> んな <laughs> あせっかくやるんだったらっ島田さん総、ね、合プロデュースしてほしかった。 自分だけじゃなくて <laughs>、自分はかっこいい。<laughs> そう。だから全体の一つの作品としてもうちょっと手をかけてあげて欲しかったかなって、うん思いますね。<あ>うん、いやあのそうですね。一瞬見たときわかっこいいかもって思ったらよくよく見たらあそうか。 そうそうなのよくよく見るとね <laughs> みんな結構ひどいの。と <laughs>、うん、かねあのでもひまるさんはシュッとしてますね。志村さんはかっこいいんだけど、あとその後ろの女性はまあスッと立ってたかい綺麗なんだけど、それ以外のおじ様たちがねちょっと残念残念な感じがしてうんもったいない。せっかく撮るんだったら。うん。で、うん、私は思っちゃいました。<laughs> ね、ちょっとプロの視点なんでね視点がちょっと高いんで仕方がないかな思。すみ <laughs> ませんはい。<laughs> あと1個だけ私はあの、紅白機動隊、あの映画のものの最後のエンディングのソングが、フォローミーって言ったかったんですよね。ちょっとそれを思い出して。<ー>これちょっとそういう意味もあったりしたらかっこいいなーなんてちょっと思っちゃいました。<laughs> 石丸さんに、そんな意図があるかないかわからないですが。なるほど。<laughs> はい、の今んところ私はついていこうと、フォローユーなんですけど。<laughs> <laughs> <laughs> はいでも石川さんがどうも。うん、元気がない。<laughs> <laughs> どうしたかなはい。<laughs> お、お、終わった、終わったみたいな。大体そうそういい、大体、はい、大体いい,い,い,いいですよ。いい bon、はい、い,い,い、い、い、きった。石川さん、石川さん、どうぞ、ご意見を。いやいや、まあ、今日は、ちょっと、そういう気分じゃないから。お,ないお、お、お二人と、ちょっと、立ち位置が変わっちゃったんで。おかしいな、今まで並んでた気がしたんですけど。おかしいな、いつの間にか、紅白立ちも、ちょっと、バラバラになってきましたね。おかしいね。 なので、あの一旦終了した方がいいかなとかって。じゃあ、その元気のないって理うあ次のパートでお話いただくということで、よろしいですかいいですか終わっちゃって。応援メッセージはこれで終わりでいいでしょうか今後の公約とかちゃんと見て、その後にまたもう一回できたらいいかなと思ってます。じゃあ今日ははい はい、私は何も言いません。<laughs> はい、はい、ありがとうございます。じゃ、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、これで失礼いたします。な